はい、コナンです。マリオカートツアーやっていきたいと思います。今週はですね、ハロウィンツアーですね。ロゼッタハロウィンがガチャに追加ということで、まあピックアップキャラということで、おっといきなり金の土管来ちゃったよ。マジでか。ちょっとこれは神引きの予感。ロゼッタハロウィンはこれはね、もう絶対欲しい。プラスアルファでマシンもしくはグライダー、どっちかがね来てくれたらもう最高ですよ。何気にこのマリオカートツアー結構ね楽しいよね。意外とねハマってます、やってます。この2週間ごとにさ、新しいツアーが来てコースが変わるっていうのが、おう来たぜ、ロゼッタハロウィン、ダッシュリング、スキルがね、リングを区切ればダッシュで加速。でもね、他の人もくぐれちゃうんで、おまたウルトラレア、バサウィング来たよ。スーパークラクション。マジか。今回のこのハロウィンツアー、ちょっとね、今回もというのかな、走りますよ。いきなりガチャからウルトラレアってそんなに確率高くなかったよね。これは、もう一発来るか、全部出ちゃってよ。ここまで来たらもう全部出ちゃっていいんじゃね。さあ、この辺りはね、レベルアップ。お、まあでもウルトラレア2つ出たんで、ピックアップのね、これはかなり今回ボーナスつくんでいいんじゃないの。さあ行きましょう。今回この悪いイージのねステージ、さあ早速この新しいね、新しくゲットした使っていきます。さあベイビーマリオでいくぜ。このステージもね、まあ、今回新しくねハロウィン特設ステージということなんだけど、おー、なんか全然感じが違う。これはちょっとね、昔のマリオカート僕よく知らないんだけど、このマリオカートツアーオリジナルのステージか。ちょっと順位よりもスコア重視でいくわ。あまりね、まあ、順位も関係するんだけど、スコアにね直結してくるんで、まあ、だけどね、どっちかって言ったらスコア重視なんで、ちょっと細かいこのコインとかも丁寧に取っていって、コンボをねつなげていきます。さあ、そしてキャラはね、結構アイテムスロットがね3つあるキャラがセッティングできたんで、いい感じ。ここカウンター当てながら、僕はねドリフトモードでいきます。そして今回このピンボールステージがねなんか意外と難しい。この当たると弾かれて、あとねコースがね、いろんなラインが取れるんだよね。ちょっと今右から攻めましたけども、またちょっと違うコースもやってみたいと思います。で、あのピンボールはね、うまく弾かれてこのコインとか取っていった方がね良さそうな感じがする。ストレートに抜けちゃうと、まあ、タイム出るんだけど、まあ、実際このゲームタイム勝負じゃないんで、スコアなんでね、うまく弾かれながら行く、ここがね一番難しい。さあ、ここはね簡単です。ドリフトで行きます。僕はね操作はドリフトモード、いつもねドリフトモードでやってます。まあ、あとねこのカートはね 150cc だねなんかいろいろやって落ち着きました。 150cc が一番楽しい。 200cc もありだとは思うんだけど、ちょっとねコントロールがねシビア。スコアはね出やすいけどね。さあ来たぞ、今度左から攻める。右か左か中央かっていうところがね取れる。うまくこのペコペコ弾かれて、もうわざと弾かれますよ、弾かれてコインをね取っていくのがねいいような気がするんだよね。まだねよく分かりません。さあ、これでさあ1位でフィニッシュ。まあ1位でゴールすること自体はね、あまりなんか重要じゃないというか、難しくもないしね。さあ、あとはねスコアですよ。そして5つ星を狙っていく。いけますね。さあ、じゃんじゃんね進んでいきます。ロケットスタート。このボーナスステージってさ、意外と難しいよね。さあ、ジャンプ最低5個なんだけど、やっぱ星ね全て取りたいから、なるべくね狙っていきます。
このカウンターのね当て方がね、カウンターというかまあドリフトね、ドリフトのね使い方がポイント。さあ丁寧に取っていくぜ。さあジャンプ、なるべくたくさんジャンプで、やっぱあのコンジャンプのコンボ、この辺りをこう丁寧に取っていくと伸びやすいよね。さあまっすぐ入ってコインも取っていく。さあこれで15回、まあ、パーフェクトはねさすがにね難しい。まあ何回かやればねいけるんでしょうけども、さあ一応ね三つ星クリア15回いきました。まあ、基本はね全てね星は取っていきます。そして報酬もね全ていただいていきます。さあ任天堂64のカラカラ砂漠、さあゲットしたねこのロゼッタハロウィン使っていこう。そしてコウモリの羽、さあ行きましょうか。このロゼッタハロウィンはスキルがなんかあのリング加速ということで、まあ、若干ね微妙ではあるんだけど、まあ今回のねピックアップキャラ、まあ、ボーナスがつくキャラということで積極的にね使ってちょっと育てていきたいなと思います。さあジャンプも丁寧にジャンプしていく。そしてコインも取っていく。さあいい感じですね。順位的にもまあいいでしょう。まあただねちょっとこのステージだとアイテムスロットがね2つしか使えないんで、まあ本当はね、まあ、今回あえてちょっと使ってみましたけども、キャラ的にはまあベストなステージではないよね。まあでも十分いけるでしょう。さあジャンプしていく。このコインもね丁寧に取っていく。さあそして2周目。さあこのカラカラ砂漠ステージ、さあそして列車が走ってくる。さあリングスキル発動したね。まあ、発動したけど微妙なんだよな。自分以外の人も通れちゃうんで、そうすると加速するんであまりこの有利っていう感じはないんだよね。さあアイテムスロット、おっとやられました。さあジャンプ丁寧に取っていく。コインも取っていく。一応ね今のところ順位1位です。あそこショートカットあるね。ちょっと今日はねいろんなステージでちょっとショートカットもねいろいろ試してみたいなと思います。さあフィニッシュいきました。さあスコアの方は7106。さあ早くさあのマルチプレイを追加してほしいよね。あれいつ来るんだろうね。カミングスーンと書いてあってまだ開放されていません。マルチプレイってどうなんだろう。対人戦ができるのか。ネットはあの普通のさマリオカートみたいにネットワーク対戦できたら面白いよね。それがねちょっと楽しみです。さあここのステージちょっとねいろいろショートカットもね狙っていきます。まあ、ショートカットしたからスコアが伸びるとは限らないからね。さあまず最初のジャンプ、そして流しながらカウンターを当ててちょっとここね引っ張ります。引っ張って引っ張って、ここに一応ショートカットがあるんだよねと若干ミスりました。2周目でいきます。まあ、1周目はねまっすぐ行きましょうか。そして大ジャンプ、今回アイテムスロットが3つあるんで、まあ、うまくねフィーバーしてくれればスコアが伸びやすい。さあここから流してドリフト貯めていきます。確かショートカットのところがあったんでまだですね。ここから2周目。さあジャンプ、さあ順位的には2位か。追い抜きましょう。あそこにいますね。あれは誰だ。さあここはカウンターって、おっとやっぱショートカット入ってきやがった。行きましょう、ついていこう。そしておっと水中回、さあ今1位です。このまま順位をキープしていきたい。
さあアイテムスロット、さあコインも丁寧に取っていく。さあここでゴールか。さあスコアの方は微妙だね、6700か。もう少し頑張ればねいけそうな気がするね。6700。さあ次は DS のワルイージピンボールやっていきましょう。さあコウモリの羽使っていこう。さあこのステージね、何気にね今回のハロウィンで追加されたステージの中で一番面白いかなと思います。なんかやりごたえがあるというかね、攻略のしがいがあるよね。あのピンボールポイントがねポイントです。ここはドリフトしながらコントロールしていく。そしてジャンプ、そしてアイテムスロットで、ここはドリフト、早めにドリフトでつなぎながらダッシュ。さあコインも取っていきます。そしてさあ流しながらいきます。ジャンプ、ここもねジャンプ、2段ジャンプ取っていきます。そして飛んで、ここからがポイント、このピンボール、おっと見えない、この上が一応飛べるんだよね、ジャンプで。タイム的にはね多分このジャンプで上を飛んでいくのが一番早いんだけど、スコア的にはどうなんだろうね。まあジャンプのコンボがつくんで一番いいのかな。さあドリフトで早めに流しながらミニターボも使います。でこの S 字を抜けて、さあコインもねなるべく拾っていきたい。おっとミスった。ジャンプ、コンボ加算していく。あイカさん、イカちゃんね僕一番苦手なんだよね。もう一瞬で前が見えなくなっちゃうんで分かんない。さあ加速して加速してジャンプ、そして2段ジャンプ、コインも取っていく。さあ順位はね今1位なんで、このまま逃げ切りたい。そしてピンボールポイント、今回は右から行きましょうか。右でここでジャンプで、ここ一応ショートカットがあるんだよね。逃げました。さあこのまま1位、ほぼ独走行きましたね。フィニッシュ。スコアの方は8162。さあ星の方は行ったか。8166いきましたね。5つ星。